アイビン・アルネス・アイビン、アルネスは、ノルウェーの作曲家、ピアニスト・オルガニスト、合唱指揮者。オスロで、イベルホルテルに、ライプツヒで、カール・ライネッケに支持する。1896年に、公共曲第一番を初演した後も、ベルリンで、ユリウス・ルート・ハルトに指導を受ける。1895年から1907年まで、ドランメンにてオルガニストを務め、その後は、 オスロのいくつかの協会で、オルガニストや聖火台の指揮者を務めた、ノルウェー作曲家協会の設立にも手を貸している。高キロマン派音楽に即した作風によって、二つの公共曲のほか、公共的変奏曲やピアノ競争曲に蝶々作品27、ピアノ曲、オルガンのためのコラール前奏曲、合唱曲、ノルウェー語歌曲を作曲した。 アルネースイクタの歌曲は、キルステン・フラグ・スタートや、ヒョードル・シャリア・ピンによって録音されてきた。2007年には、作品27のピアノ競奏曲が、ピアーズ・レインのピアノと、アンドルー・リットン式ベルゲン・フィル・ハーモニー管弦楽団の演奏により録音された。ありがとうございます。